こんにちは、さくです。今回はですね、ちょっとやばい事件が起きまして、もうタイトルとサムネにも書いてあると思うんですけど、直近でもなんかね、こんな黒い背景の動画、あげたと思うんだけど、今回ちょっと笑えない？ガチでちょっと笑えないんじゃないかっていう事件が起きまして、俺 iPad でいろいろ動画とかね、撮ったりしてるんですよ。んで、日頃からね、動画撮ったりもゲームもしてるし、かつね、動画を見たりするんですよ。で、朝からちょっと動画見ようと思ってね。まあ、ベッドでね、よく見てるんですけど、で、ベッドの上置いてて。でね、まあ、なんか喉乾いたからお茶飲もうと思って、ペットボトルのキャップ開けて、手に持った瞬間ね、ベッドにこぼしちゃったんですよね。で、そのこぼしたものが、俺結構膝ついてね、見てたから、飲もうとしてたから、結構ね、出てきたのよ、お茶がね、バーって。ちなみに飲もうとしてた飲み物っていうのはほうじ茶だったんだけどね。いや、そこどうでもいいか。まあ、とりあえずドバって出ちゃって、で、iPad ね、ベッドの上置いてたんですよ。で、一気にこう、バッて、バッて来ちゃったわけよ。でね、そこで浸かっちゃって、まあ、浸かるほどは言ってないんだけど、こう、かかっちゃったって感じですね。多少ね。で、結構がっつり入ってる可能性もあるし、入ってない可能性もあるし、ちょっとわかんないんですよね。で、水没とかってさ、しちゃダメなやつだからさ、俺 iPad 使ってるんだけど、まあ、なんせね、やばいんです。で、すぐネットで調べて、まあ、とりあえず、濡れたところ拭こうぜってなった時に、濡れたとこどこかなって見たら、iPad の、後ろの穴開いてる部分あるじゃん、アダプターとか、充電器とか音量が出るところ、そこにね、かかっちゃってて、いやー、やばいなって。思って、そこが一番かかっちゃダメなとこだから、水が入るからね。で、まあどうしようってなって、まあとりあえず調べたところ、とりあえず水滴拭いて、まあ流れ込まないように、中に侵入しないように、乾かしとく、起動せずに乾かしとくみたいな感じのが書いてあったんで、ジップロックの中に乾燥剤入れて、で、平面なところに iPad 入れて、何日か放置しろみたいなこと書いてあったんで、まあ、その通りにして今放置してますね。なんで、まあ、何が、この動画で何が言いたいかっていうと、iPad がしばらく使えないんで、動画がね、撮れないんですよね。ほとんどの動画が撮れなくて。っていうのが、プロセカとかも iPad で俺やってるんですよ。スマホではめちゃめちゃ弱い ランク5とかのアカウントでしかなくて、もう基本的にね、メインアカウントはプロセカもハニプレも、あと、動画編集もこっちでやってるし、だからもうほとんどのことこっちでやっちゃってるんで、iPad でやっちゃってるんで、かなりまずい状況なんですよね。で、チャレンジライブとかもね、もちろんできない。ログインもできない。つけたらダメだから。もうこうやって笑っていられるのも今のうちだよ。ちなみにね、生きてるかっていう確認もまだしてないんで、あと修理も今のとこ出す予定は、ないんで、もう潰れたタイミングで出しに行こうかなとか、もしね、治ったら治ったで、それまでだし。なんで、まあ、4日間ぐらいはね、起動せずに放置しようかなと思っております。まあ、その間の動画投稿なんですけど、まあ、とりあえず、プロセカの実況動画的なのは、撮れないのかなっていう、少しの間ね。まあ、1週間ぐらいかな。長くても1週間だと思う。撮れないのと、あと、ハニプレのね、手元動画もね、ちょっとね、撮ろうかなと思ったんだけど、これ撮れないっす。ごめんなさい、本当に。はい、まあ、とりあえず、こんな感じで終わりたいと思います。ちなみに俺、今日誕生日ですよ。誕生日ってさ、結構さ、周りから祝われたりするじゃん。何かもらったり、プレゼントね。俺の場合はね、iPad の中にお茶入れてもらいましたね。